カリブーは、カナダのミュージシャン、作曲家であるダンスナイスの、ソロプロジェクト。マニトバ、ダフニの名義も使用している。ポラリスミュージックプライズ受賞時のカリブー1978年、生まれ。ミュージシャンとしては、当初マニトバの名義で活動しており、ファーストアルバム、セカンドアルバムは、マニトバ名義でリリースした。しかし、アメリカのバンド、ディクテーターズのメンバーであるハンサム、 ディックマニトバから訴訟を起こされ、解明を余儀なくされた。そのため、サードアルバムからは、活動名義をカリブーに変更。このことについてスナイスは、ジョン・スミスなどに訴えられたザ・スミスみたいなものと、語っている。大学では数学を専攻し、トロントの大学院に進学。その後2005年に、インペリアル・カレッジ・ロンドンで PHD を取得した。 2007年には4枚目のアルバムアンド,ドラをリリース。このアルバムでカナダの音楽賞であるポラリスミュージックプライズを2008年に受賞。また3年後の2010年にリリースしたスイムでも同年の同賞にノミネートされている。2012年にはダフニ名義でアルバムジョーロングをリリース。AB カリブー X マニトバインタビュー124号サウンドファブリクス。 カリブオデッサ。ラジオロクラブ。2010年2月20日閲覧。レッド、ブルミュージックアカデミー、トゥーターズハット http コロンスラッシュスラッシュ www.imperial.ac.uk スラッシュ。バザード、マスス、リサーチ、ノーツ、sp 2 npdf ハット、ポラリスプライズショートリストアンベールド。 C, HTTP www. c b c n ュ e w s h t t p w w w c b c s a スラッシュアーツスラッシュミュージックスラッシュストーリースラッシュ2010スラッシュ07スラッシュ06スラッシュ po-laris-shor-t-list.html2010 年9月18日閲覧ありがとうございます。